坂根六六さん、はいえー、送風会の坂根英六でございます、えー、本日はあの組んだ小学校の6年生も来られているということで、できるだけあの分かりやすく、えーえー、質問をしたいと思いますが、ちょっと難しい表現が出ましたらあの申し訳ないと思います。で先ほどのやり取りをあの聞いておりましてもあの、ちょっと誤解を生じたらいけないかなと思いますので、私からもちょっとメッセージを込めまして、一言だけ言わさせていただきたいと思います。 私が大人、か大学を出まして、こちらに戻ってくるときには、やはり仕事がない、雇用がないっていう状況で、有効求人倍率でちょっと難しい言葉かも分かりませんけれども、0.4という、本当に就職がめちゃくちゃ厳しい時代でありました、しかしながら、ですねあの僕はこの地域がめちゃくちゃ好きで、絶対帰ってきたいっていう思いがあって、 仕事がないという状況でも戻ってきたという状況があります。で、で今の、えーと、先ほどは厳しいというような、あの仕事がないというような状況のことをお話をされましたけれども、今も1.4倍とあって、あの実際、単語鉄道さんなんかは求人をあの募集されてますし、 今、段階の世代あの、65歳のおっちゃんらがですね、退職されたら、今も人手不足という時代に突入してきますので、就職、働き口とか、そういったものはこれから増えてくるという時代が来ると思いますので、子どもたちにしては、すごいチャンスな時代がやってくると私、思っています。そのためにもです、ね、今回井上市長はです、ね え戻ってこい宮津っていう当初予算をあのしっかりえ立ち上げて、教育関係にも本当にこう予算をつけていただいて、ようやくえエアコンやえトイレ、そしてまあ宮津小学校の整備と、本当にこう、教育環境を充実してきているという状況を、ようやくこういったえ本当にこう力を入れている状況が出てきたものだと、私は思っておりまして、そういったもので、しっかりとあの議会としても、議員としても、あ、のー そこを応援していきたいと思いますし、アウフヘーベンという言葉があります、これはですね物事をですね決めるときに、ああでもない、こうでもない、いや、ああだよね、こうだよねって言って、やっぱそれが一番いいんだっていうのを議論を交わしていって、最善のベターなものを決めていくのがこの議会であると私は思っております。そういっったたことで決まってきたもののが今の宮津市 そういった自分の思いがすべて通るわけじゃありません、いろんな議論を重ねながら、物事がこう築き上げてくる、そういったものを子どもたちには思っていただきたいなと思いますし、で今回、私が質問するのは、エリアマ,ジメマネジメントといいますけれども、自分たちの街は自分たちの街で育てていこうという、こういった意識がものすごくこう大事で、 そのための手法を今回、宮津市の方に提案をさせていただきたいなと思っております。で、子どもたちにもですね、ぜひ大人になりましたら、この地域に戻ってきて、自分たちの町は自分たちの町で育てていこう、そういった思いを持った子どもたちに変えてきてもらいたいなと思っておりますので、冒頭、一言申し上げさせていただきます。それでは、通告に基づきまして、質問の方に入りたいと思っております。 今議会、多くの議員さんが財政見通しについて、やはり懸念といいますか、関心がやっぱ高く、質問も多くされてきたんだなと思っております。私もその一人でございます。そういった今後の財政見通しの観点も踏まえまして、私の今回の質問の趣旨は、今後の財政運営として、新税の導入やエリアマネジメントにより、 財源を確保しながら、まちづくりを進めていく必要があるのではないか、基金の大幅なあの切り崩しというところもありますけれども、資材残高が増えていく、そういったような状況、徳本議員からもおっしゃいましたけれども、あのそういったところをあの懸念する、もちろんあるかも分かりませんけれども、あのそういったところだけではなくてですね、えー、これから前向きに、 どういった手法を取っていけば、あのこの宮津市があの持続可能な町になっていくんだっていうところをあのしっかり捉えて、えー、そういった思いを持って、今回提案、提言の方をしたいと思っております。えー、そこで、えー、まず今回の、えー、質問の背景としてはあの、近年、大型公共投資があの続き、施設整備がされることで、えー、毎年、維持管理経費、こちらの方は、えー、かかってくる、えー、きますけれども、 こういったあの経常経費、えーまあ、分かりやすく言えば、えーそうですね、あの例えば建物とかの光、えー、熱水費とか、えー、そういう人件費的なものですね、あの会社をあの、まあ、建てたとしても、そういった維持をする部分の経費というのは、これからずっとかかってきます、そういったものを、えー、今後、えー、どれぐらいかかるのかということと、えー、観光に資する、えー、事業というのを今あの、宮津市、進めておりますけれども、 こちらの方の投資に回している部分の事業費の状況、こちらの方をまず確認させていただきまして、これらはサービスの向上と未来への投資、こういったものを進めていることということで、私、大変評価しているんですけれども、やはり先ほど申し上げました、基金の大幅な取り崩しがされまして、これから財政が厳しくなる、そういった見通しもある中で、さらにはまだまだ設備の方はしていかなければならない。 そして、いわゆる交際費、借金に返していく、そういった予算を確保していかなければならない、こういったことを考えると、今のやり方で、果たして財政や観光まちづくりがこれまでと同じように持続できるのか、これから増大してくると思われる経常経費というものが、 えー、よりかかってきて、投資的経費がこう縮小されてくることになるのではないかというちょっと疑念を持っております。えー、そういうことがありまして、えー、確認をさせていただきながら、最終、えー、提言の方をさせていただきたいなと思っております。えー、そこで初めに、えー、近年の施設整備で、これから経常、えー、的にかかる維持管理経費について確認させていただきます。えー、福祉教育総合プラザにしても センター給食にしても、イニシャルコストとランニングコストをシミュレーションしまして、トータルコストが少なくなるように、これまで施設整備を進め、努力されていることは理解し、評価するものであります子どもたちに分かりやすく言いますと、いわゆる会社を、会社といいますか、建物を建て,建てる建設費に建てる資金と、 そこから毎年、水道とか人の給働く人の給料とか光熱水費ですね、そういったようなものをトータル的に10年、20年長いスパンを見据えてどんだけお金がかかるのかというのを見越して最終的にそれが少なくなるように今、 ちゃんと執行部の方はが計算して、今、こういったいろんな予算が立てられて、公共施設が今、整備させられていると、そういったところで、浮いた分を例えば学校の教育予算とかに回していくとか、そういったような努力もされているということで、私は評価しております。とはいえ、ですねやはり毎年かかってくるキャッシュフロー、最低限金にことは徳本議員、振れられました、私もそこを思っております。そういいったところのいわゆるランニンニグコスト が毎年こうかかってくるので、いわゆる再建限金とか、そういうキャッシュフローがしっかりこう構築できる、えー、いうところがあの大事なもので、ランニングコストがまあ毎年かかってくるということは、えー、まあ施設がこうできるたびに増えてくるんじゃないかなというふうにもちょっと懸念をしているところであります。 そこで,です、ね、宮津阪急ビルでの新図書館、そして日暮里や健康福祉部の教育委員会等の行政機能を移転したことによる分庁舎ですね、福祉教育総合プラザの維持管理経費、そしてセンター給食の委託料、小中学校のエアコン設置による光熱費、宮津歴史の館資料館の再開後の維持管理経費、新ごみ処理施設建設後の維持管理経費など、 これらすべて稼働した時の、えーえー、そうですみ、ね、ません、これらすべて実施されてなかった時期の維持管理経費と、これからこれらがあの整備されて、えー、ずっとフル稼働した時の維持管理経費、これがどのくらいかかってくるのか、経常的に毎年これぐらいの経費がかかってきますよっていう、そういった資産の方をまずあの確認したいと思います。 森口総務部長えっとあの最近、整備を行った生活関連基盤施設ということで、まあ、生活していく上でどうしても必要な施設ということでございますが、この整備に伴いまして、日々の運営経費、いわゆるあの議員おっしゃいました、経常経費でございますが、これについてのお尋ねということであります。 えとまあ、条件もちょっと違ってくるということで、あの議員も触れられましたように、そのビフォーアとアフターでこう比較をしてねということでございました、多少条件が違うということもあるということで、えー、お許しをいただきたいということと、それからまあ議員、今おっしゃいました、いろいろ施設をおっしゃいました、代表的な部分をピックアップさせていただきましたので、それを答弁とさせていただきたいというふうに思います。ままず今最初におっししゃいました 新しい子育て支援施設、図書館等の整備に関連した運営経費の関係です、あの宮津阪急ビル、ミップルの3階、4階に施設をしつらえました、まあ、図書館でありますとか、ニッコリアであるとか、そういった部分のことについてで、まずを報告させていただきます。最初に図書館の,その運営経費 水道代とか電気代とか人件費とか、あるいはまあ図書の購入費用とか、こういったものが考えられます。これのまあビフォアということで、28年度、昨年度の図書館の経費、これはあの決算額で調べました。でまあ、これは要は使ったお金ということでございます。それとアフターということで、これはもう30年度、新年度にお願いをいたしております。予算と これから使いたいというお金での比較ということでございます。えっ、ー、とトータルで最終的にあのいくらプラスとかマイナスとかというお話をさせていただきたいというふうに思います。それから子育て支援センターの関係です。これは今現在は亀岡保育所に、えー、併設をいたしております子育て支援センターのま委託料ということで市がお願いをしとるまお金です。それから島崎元気っ子広場これの運営経費。 というものの決算額ということで、28年度のものです。それから先ほど申し上げました、ニッコリア、ミップルに設置しました、ニッコリアの運営委託料ということで、これの予算額、これは30年度、新年度ということになります、これとの比較です。それからもう1点が、庁舎の管理経費ということで、市役所、これについても調べております。 えっとこの要はあ、ミップルに転をいたしました健康福祉部の機能と教育委員会事務局のこの機能という部分でございます、それの、あ加えて、えー、っと保健センターもございますので、そういったことでの28年度の決算額というものと、平成30年度の予算額ということで申し上げたいというふうに思います。以上大きくあの3つの施設を まあビフォーアフターという形でまあ比較を行いました場合に、年間の管理経費としては、約8500万円の増ということになります。これは単に施設整備に伴うもののみならず、例えばということで、図書館の管理経費につきましては、増書、本、これの本を充実にかかる図書購入費のプラスということで、約1700万円を含むと。 いうことでありましたり、子育て支援センターについては、えー、ペップキッズガーデン、これの常設化ということ、それから利用者支援事業に伴います経費、こういったものも含むということであります、それから、まあ、庁舎の管理の関係です、これについては、えー、っとミップルの方うが、まあ、エレベーターとかエスカレーターとか、こういったものもあるということ、まあ、要はバリアフリー対応となったというような設備等にかかる、まあ、権利経費、 これも含むというようなことで、サービスの質の向上にかかる経費も含んだものだということで、先ほど申し上げました約8500万円、こういったものが増となってくるということでございます。それから次、ついに民間委託によるセンター方式の給食提供の導入の関係でございます。これも中学校給食の改新に関連した経費のコストということもありますが、 あこれは平成29年の予算額、これは小学校6校、現在6校やってますので、それの時効給食にかかる予算額というもの、要は今年度の予算額です。それと、31年度の見込みということです。でこれは小・中学校の6校のセンター方式給食にかかる給食費、あ経費。 とそれから、小学校は2校、自校方式ということになっておりますので、そのときにも、で、時、ま、効、あ、給食にかかる経費ということで、これは31年度で試算をいたしております。これは30年度は2学期からということでございますので、まあ、通年を通したということで、まあ、31年度の見込み額ということにいたしております。これを比較した場合は、これもプラスになるんですけれども、約1億800万円と。 いうことです当然あの、中学校給食を始めるということでございますので、まああの、こういったプラスになってくるということでございます。それから現在整備中の新しいごみ処理施設の整備後のコスト比較です。これは30年度の予算ということで、清掃工場と粗大ごみ処理施設、それからリサイクルセンター運営にかかる経費と、 いうことで、2兆の分担金の控除した後というものと、それから現在、環境組合が設定をいたしております、運営費にかかる債務負担行為の額を年額に割り戻して、宮津市の人口で安分をした額、これとの比較ということでございます。これは約9600万円の増ということでございます。ランニンニグ経費の とただいま申し上げました施設につきましては、複数年にわたってイニシャルコスト、ランニングコスト、両方のコストを含めたものを比較したという場合には、優位にあると、優位になるということは、議員からも評価をいただいているところだというふうに思っております。また、サービスの質もかなり大きく、向上もしてきておるということもご理解をいただいておることだというふうに思っております。以上でございます 坂根さん、はい、ご答弁いただきました、まあ、今、分かっている段階でということで、福祉、教育、総合ブラザーの方が年間8500万円の増とで、センター給食の方が1億800万円の増、そしてごみ処理の関係が9600万円と、年間かかってくると、ただこれ、誤解せしたらいけないのが、まあ、トータルで見たときは経費が下がっていると。で 年間はこれぐらいがちょっと増えてくるよっていうところでここはもう皆さん誤解のないようにしていかなきゃいけないえいうことだと思いますえただですね私言いたいのはまあそういったいう意味でもまあこういったあの年間こうランニングコストがこう増えてくるっていうのがこれで今分かったと思いますえでこういったところの増えた部分がやはりこう投資的なところに圧迫されてくるんじゃないのかなっていうのが僕の懸念であってでこの 今、増えてきたランニングコストの分のいわゆる、最低限期といいますか、キャッシュフローといいますか、一般財源となる部分をいかにこう確保していかなきゃいけないのかなというふうに思って、今、とりあえずは経常経費の分をあの確認させていただきました。 じゃあ次に、ですねその経常経費以外に、その投資に回している今、観光にすごく力を入れてますけれども、そちらの方にどれぐらいの投資の分をあのお金を入れてきているのかっていうのをちょっと確認させていただきたいなと思います。 12月議会の方でも、観光関連、ああいうか、観光まちづくりに資する事業ということで、質問をさせていただいたんですけれども、若干私も時間がなかったんで、十分ちょっと聞くことができなかったので、改めてちょっとその費用について聞かせていただきたいと思っております。ちなみに、観光まちづくりに資する関連事業っていうふうに私が言ってるのは、 いわゆる景観事業の方も、えー、観光のイベントとかそういうだけじゃなくって、景観の、えー、方も入れての、えー、意味も含めまして、えー、この観光まちづくりに資するという表現を使っております。 でその景観っていうのも、確かにあの景観や文化財、えー、こういった文化の継承や昔の町並みをこう守っていくっていう意味で、えー、されてはおられますけれども、えー、またこの店舗の集計整備、こういったところにも、まあ、これはもう税金を投入してです、ねえー、していると。 まあそ,うしそうじて、こういったものに整備をしていくと、結果的に観光にこう結びついていくという意味も私はあると思っておりまして、そういった意味で、この景観というのもひ,ひっくるめてしております。 そういった意味において、その観光まちづくりに資する事業ということで、こちらも平成24年度と平成28年度決算、ここの観光事業費というのを見てみます。それを見てみますと、たくさんの項目があります、宮津マルシェに関連する事業から始まりまして、今は浜町にぎわいづくり推進事業、そして世界遺産登録推進運動、2ーデウォーク。 観光誘客宣伝事業、海水浴場施設管理運営事業、単語観光情報センター運営補助事業、観光施設指定管理料、観光事務事業、街中観光推進事業、エコツーリズム推進事業、宮津灯籠流し花火大会補助事業、単語着物祭り開催補助事業、魅力ある観光地づくり支援事業、ブラリングセンター指定管理料、宮津湾にぎわいづくり促進事業、インバウンド推進事業、 宮津天橋で周遊、海の都の物語推進事業、観光まちづくり推進事業、もう本当にこう、たくさんの事業が、えー、取り組んで、今、頑張っていただいております、こういったあの数多くの事業がありまして、えー、この24年度から28年度の間でなくなった事業もありますけれども、えー、海の京都 DMO のように新しく、えー、入ってきた事業もあります。えー でこれらを24年度と28年度、ちょっと見てみましたら、平成24年度でのこの観光事業費っていうのが、6244万4223円、これに対しまして、平成28年度では1億7869万8262円。 まあ年々増えていって、24年度と28年度の対比でいきますと、まあ、1億1625万4039円と、まあ、これは増えてきているとええいうことだと思っております、でもう一方、景観事業においてはです、ね、こちらの方も何個か事業がありまして、景観まちづくり推進事業、文化的景観保護推進事業、重要文化的景観保護推進事業、市内遺跡発掘調査事業、 文化財保護活用推進事業、丹後建国1300年記念事業、重要文化財旧三上家指定、えー、住宅指定管理料、まあ、これらの項目が景観事業として挙げるとすれば、えー、これも同じように、えー、平成24年度の決算事業費でベースで見てみますと、えー、平成24年度が3700万5302円に対し、平成28年度は 8803万5627円とこちらも年々増加して24年度と28年度では比較すると5 1百3万325円こちらの方が増えてきているとでこの観光事業費と景観事業費を合わせると平成24年度が9944万9525円に対しまして平成28年度には 2億6673万3889円となりますで、これを差し引きしましたら、1億6728万4364円、こういった形で、えー、と事業費自体は24年度と28年度を対比しますと、増えているということが分かっていますで、すみません、ここで確認したいのは、こうやってあの事業費は、まあ、確かに観光に力を入れていく上で増えてきていると。 いうことなんですけれども、これに関わるいわゆる一般財源とか地方債、これがこの24年、28年でどれぐらい増えてきているのか、こちらの方をちょっとお伺いしたいと思います森口総務部長議員お触れの方観光まちづくり、観光政策等や景観まちづくり等の政策に。 資する関連事業費につきまして平成24年度の決算と28年度の決算を比較をいたしました。えー、っと議員がおっしゃっていただきました。観光政策等については、事業費についてはおっしゃったとおりということでございます。あの、私の方からは万円、ま、単位で、えー、報告答弁とさせていただきたいというふうに思います。事業費は観光政策につきましては、事業費はおっしゃったとおり。 平成24年度で6244万円というものが28年度に1億7870万円ということでございます。この事業に対する一般財源と、私災の関係をお答えさせていただきたいと思います。平成24年度の一般財源が2659万円、私災の方はこの時は重当していないということでございます。 から二十八年度の方です。これは一般財源が五千十三万五千十三万円です。資材の方は二千五百六十万円ということでございます。景観まちづくりの方でございます。事業費も議員おっしゃったとおり事業費は平成二十四年度で三千七百一万円、これが平成二十八年度で八千八百四万円ということになってございます。 24年度の一般財源が707万円ということでございますし、私災の方は1060万円ということでございます。28年度については、一般財源が1636万円で、私災が720万円と、こういう状況だということでございます。まあ、いずれも一般財源は増加をしておるということでございますが、国の地方創生に係る交付金などの有利な財源を活用する。 ことで一般財源の増加分以上のより充実した充実した事業が展開できているものというふうに思っております坂根 a 6さんはい、えー、ありがとうございますまあ今のあの財源と言いますかあの金額を聞いてるとですねまああの ま事業費のベースに比べて極力その一般財源の持ち出しというかそういったものを極力を抑えながら国の交付金ももらってより予算を膨らまして取り組んでいるっていうのがあのわかるかなと思います。ただこれ今おっしゃっていただいた数字にはいわゆる観光交流センターのとかあの。 雨の橋立て駅前へのリニューアルとか、そういった大きなハード整備の部分は、これ、入ってないと思います、まあ、入ると、もっともっとまあ膨らんでくるということはあ,のあるんですけれども、総じ、まあ、て、その時はもうそれを力入れていこうということでやっているということで、購、え、入、ー、の交付金をもらって、それを充実させてやっているということは分かります。しかしながら、やはりこちらの方も、やっぱり膨れあの増加傾向にあると。 いいいいうここととはこれ間違いないと思います要するに何が言いたいかというと、先ほどの維持管理経費、経常経費の方も膨らんでいるで、観光の方もこうやって増額傾向にあるということになると、まあ、どこかでこう幸せが来たりとか、単年度でお金を回していくというところのどこかに影響があのこれから出てくるんじゃないかなというのが、僕の言いたいところであります。<laughs> で、えー、まあ でそれで基金のまあ大幅な食い崩しっていうことで、今、今年度とかは対応されていると思っております、ただ、それを憂いていても私した、しか方がないと思っておりまして、えー、こういったことにこれから対応していくために、じゃあ、この地域を持続的にどういうふうにこう作っていくのかっていうところを考えたときに、やはり、あ。のー 持続的に自分たちの町は自分たちで育てる、こういったことをするためには、やはり地域で稼いで、稼いだ資金で、次の投資に回す、こういったことが必要でありまして、そのためにも自主再現をやはり稼いでいく、こういったことが欠かせない状況だと私、思っております。そこで,です、ね、私のまずあの持論の方をちょっと申し上げさせていただきたいと思いますけれども、あの宮津市においてはですね、 えー、観光客、たくさん300万人来ておられますけれども、その内訳としては、やはり日帰り観光客がまあ多いということ、えー、そして、えー、イベント好きなあ市民、えー、皆さん、イベントすごい大変好きで頑張っていただいてると思いますけれども、そういった特性があること、えー、そして、えー、各地域でそれぞれの観光施策の、まあ 予算をこう要望されたりとか、ですねあの課題解決というところをこう行政に求める、こういった傾向があ特徴があると思いますけれども、逆にこういったところを逆手に取って、ですね、えーまあ、太宰府の方ではあの駐車場利用税ということで、法定外普通税というのをこう導入してですね、えー 歴史とそういう文化に関する環境税みたいなものを取ってそれを財源に回してそういった観光政策や景観とかに回していくというような特徴取り組みをされておられますけれども宮津市もですね先ほど言いました3つの特徴を逆に逆手に取ってですね観光や環境への,この財源をこうそれを目的としてもあを特定して まあ法定外普通税として、いわゆる営利目的の駐車場に対し、駐車場利用税をあの取って、新税というところを導入し、それを各地域ごとえで徴収したやつを、各地域にそれぞれの,あのニーズとかがあるんで、各地域ごとにそれぞれえ駐車場の利益っていうのをこうえ分配していくと。 でそこの地域ごとの地域の人らがイベントとかを、えー、頑張れば頑張るほどお客さんが来てもらってで駐車場に停めてもらって止まった分がまたその次のイベントだとか、えー、景観とかそういったものをやるときの自主財源にこう変わっていく、えー、こういった自主財源を作っていくまち、えー、づくり、えー、こういうことをあのそういう仕組みをあの作っていく。 方法をしててていっっはどううかなというふうに思っているところですもちろんその駐車場利用税となると、やはり税金ということになりますので、市民の負担を求めることはできないと思うんで、市民パスポートっていうのを導入して、宮津市民の方はそこは免除するとか、そういったような配慮っていうのは必要だと思います。 えーでまあ、実例を言いますと、例えばその駐車場利用税を、えーまあ、各地区で、まあの分えー、徴収して分配するということなんですけど、例えばですけど、門、ま、司、あ、地区においては、そういう温泉まちづくりとか、公会堂のトイレ改修とか、こういった課題とかあると思いますし、えー、府中地区においてはまあ駐車場とか公園整備とか、こういったところもあ,のあるでしょうしで、宮津地区においてはやわら、やわらびとか、道路流しの花火大会とか。 こういったところの財源確保、こういったところにもつながるでしょうし、ちょっとその財源の作り方、組み替えっていうところをあのあの考えて、これから仕組みをちょっとでも変えていくっていうところが、私、必要なんじゃないかなというふうに思ってます。で、今現在ですけれども、そういった限られた財源の中で、あの何何でもそう要望事項とか、そういったイベントとかを整理しようとするから、 あの順番待ちになってなかなかできませんわとスピード感がないですね市役所は何もやってくれないですねとかいう不,安に不満にこう変わってくるとですけどもそういったことを解消するためにも自分たちがこうイベントとかこう頑張って稼いだ稼いだら稼いだ分だけそれが自分たちの要望があの叶えられるようにえトイレが回収できたり中えーとか。あのー まあ、温泉まちづくりとかそういったようなものに財源にこう跳ね返ってくるとかそういったようなことをあのしていくべきだと思いますしそういったことをしないから逆に言ったら、えーまえー、住民がそういったところに関われてないから、えー、逆に、えー、不満みたいなのが出てくるんじゃないかなというふうにちょっと思ってましてそこを変えていくと。 いうことをしてはいかがでしょうかというのが、私の今回の持論でございます。それはもう念頭に思っていた,だい,たい,いただきたいと思うんですけれども、ただこういうふうにう考えていた矢先きにです、ね、この、えー、今現在、地方創生の一つとして、地域再生法が平成30年度から改正される運びとなってきています。 まあ改正内容の概要を簡単に言いますと、えー、と地域再生エリアマ,ジマネジメント負担金制度というものがこう創設されます、これがいわゆる、受益者から市町村が一旦負担金を徴収し、でエリアマネジメント団体に交付金として交付できる、そういった仕組みができるようになると、こういったようなあの法改正があの4月1日からあのされるような流れをちょっと聞いております。 まあこういったことを考えると、私がちょっと先ほど申し上げましたけれども、えーそ,のえー、その各地域ごとで、えー、そういったあ、なんですかね、課題っていうものを解決できるでしょうし、今後の,その交際費の返済とか、そういったような経,常経費対策、そういったようなところにもあのこうつながっていけると。 でまあ、こういったことをです、ねえー、考えますと、えー、新たな自主財源の、あすみません、うんでえー、すみませんその、えー、地域再生法の改正のことをあのエリアマネジメントで BID という言い方をされるんですけれども、いわゆるこう自分たちで稼ぎ投資に回す町育ての仕組み、こういったものを、 発想を変えてです、ね、仕組みそのものを変えていくことを今後、考えていくべきではないかということを考えていますけれども、この地域再生法、エリアマネジメントについて、市としてどのようにお考えになっているのか、まずそこの所見の方をお伺いしたいなと思っております森口総務部長。えただいまはあ議員から 依然として厳しい財政状況が続く中でということで、観光まちづくり等を進めていくためにもということで、発想を変えて、新たな実財源を稼ぐ仕組みとして、具体の事例を交えた上で、エリアマネジメントというものを導入をしていってはどうかというご提案をいただきました。議員もののの今回の地域再生法の改正は 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための住民、事業主、地権者等による主体的な取り組みであるエリアマネジメント活動というものが安定的な活動財源の確保のもと展開できるよう市町村が地域再生に資するエリアマネジメント活動に要する費用をその受益の限度において 活動区域の受益者、いわゆる事業者ということになりますが、この方々から徴収をし、エリアマネジメントを行う団体に交付ができる制度として創設されたものというふうに認識をいたしております。こうした中で、これまで市民との共同というものを基本に、地域会議でありましたり、景観、まちづくりにおける界隈協定というような仕組み、こういったものを創設をしてきました本市といたしましても、 このエリアマネジメントの動きというものは、一定のエリアを対象としたというものではありますけれども、多くの住民、事業主、地権者等々が関わり合いながら、主体的に進められるということが重要なポイントだというふうに思っております。つきましては、この新制度の詳細について、しっかりと研究をさせていただきたいということで、答弁とさせていただきます坂根英六さん。はい ま,あまだ法改正されるというところなので、まあ、これが研究というところもあるんですけれども、あの今現在、それこそあの景観まちづくりの界隈協定だとかね、先ほどもありましたけれども、その重要文化的景観とか、そういったところを整備していったりとか、で今後、浜町から宮津駅までの L 字ゾーンというところの,あの話もありますし、で観光商業施設、漁師町のね、 ああいったところとかでも、あのー、今、なんだろう、けえー、界わ協定にしてもです、ね、そういう自分たちでその町を形成していくのに、自分たちの自主財源をこう作って、次の投資に回していこうっていうところまでは、なかなか話ができてないんじゃないかなというふうに思ってまして、あのー、まず、住民の方にも、 あのそういったことがあのできるよというところからまずはあのお知らせをしていくとで同じように勉強していく中で、えー、自分たちで町をこう作っていこうねという機運を醸成したりとかあのそういう方向になるように。 これあのほんまに、えー、教育委員会もそうですし、えー、建設もそうです産業もそうですし企画もそうですしこれあの横断的にそれぞれの事業に関わっておられるんでそれぞれの部署でそういった BID という制度があのこれからというかできるんだというところを念頭に置いてやはり市民の皆さんともしっかり話し合ってそういった、えー、各地域のこう団体がありましたらそういった団体の皆さんと そういった実際源を作っていくような取り組みを考えてはどうですかっていうような内掛けとか、まずはそういったようなところが、一足飛びにはできないと思います、自己資金がないとできませんし、そういったあの自分たちがこう経営感覚を持って、自分たちの地域は育てていくんだと、作っていくんだと、そういったような流れになるように、そこは行政の方もしっかりバックアップしていただきたいなと思ってまして。 そこの部分をしっかりお願いしたいということを申し上げまして、私の今回の,あの質問と提言とさせていただきたいと思います。以上で終わります